BTS の7人は今何をしているのでしょうか。10月17日、所属事務所のビッグヒットミュージックは BTS のメンバーが兵役に向けて入隊手続きを開始するため活動休止を発表しました。そんな7人は今それぞれどんな活動に取り組んでいるのでしょうか。7人の今をチェックしていきましょう。 RM は2022年12月に1ショートトーンソロアルバムインディグを発売しました。また知っておいても役に立たない神秘的な人間雑学辞典の MC としても活躍中です。 RM は2022年12月29日から1泊2日のスケジュールで音楽プロデューサーの菅さんと共に訪れたそうです。特分僧侶の兵役免除が受けられず残念だったかという質問に RM は国民としての義務を全うするのは当然のこと、それでこそ権利を語ることができる、兵役は大人になっていく時間だと思うと話したと言います。最年長メンバーのジンは陸軍の現役兵として12月13日に入隊しました。現在京畿道永春にある新兵教育隊に入所し基礎軍事訓練の真っ最中です。訓練が1月18日に終了、19日に正式に軍に配属される予定です。その後配属先は新兵教育隊になると言います。12月11日、ジンはファンコミュニティプラットフォーム Weverse にて短く切った新たなヘアスタイルと思ったより可愛いとコメントを添えて写真を投稿しました。そんな彼らの姿に世間の注目が集まる中、一部のファンの間では軍隊だからといってあんなに短くしなきゃダメなのという疑問の声も上がっています。現在陸軍訓練所の入営準備事項規定では3センチメートル以内のスポーツ型に散髪しなければならないと定められているそうです。ですがほとんどが上髪部分を12.15mm、横6.9mm ほどにカットしているようです。その点陣は 1cm 程度に見えますね。陣くん本当に入隊するんだと実感が湧く写真でショッキングな気持ちにもなりつつ、でも思ったより可愛いという陣らしいユーモアなコメントでアーミーを安心させてくれるあたり尊いです。そして短くなってもワールドハンサムは健在ですね。ジンは入隊前、アーミーにメッセージを残してくれました。これが公開される頃には私はもう民間人ではありませんが、カメラの前にいるのはメッセージを残すだけでも、あなたに何かを残したかったからです。というわけで、今日はカメラをつけてここにいます。現在ランニングマンの撮影中です。時間があるときはいつでもビデオと記録を数ヶ月に1回残し、できるだけ多くのことを皆さんと共有したいと思っています。今この瞬間、僕はアミーのそばにいないかもしれませんが、すぐにあなたを探しに行きます。ですから少し待っていただければすぐに戻ってきます。次回機会があればまた別のビデオで戻ってきます。ジンは入所後どんな訓練を受けているのでしょうか。まず入所後3日間は入営式が行われます。戦闘服や戦闘靴などの支給、民間人から軍人になるための同化教育を受け、その後1週目、2週目は軍人としての基本姿勢を確立することを目的とした訓練がスタートします。銃器の授与式が行われ、軍人として備えるべき基本的な精神姿勢や歩き方や敬礼、軍隊の礼節など軍人の内外的な基本姿勢を身につけます。3週目以降は軍人としての本格的な基礎軍事訓練がスタート。この訓練の厳しさは体験した人にしかわからない、数分だけど地獄のように長い時間に感じたと経験者は語っているようです。どうか怪我なく無事に帰ってきてくれることを願います。シュガはダンスとボーカル、英語、日本語、ギター、キーボード、和声楽、ピラティスなどのクラスを受講した棒な日々を過ごしています。万端会食でもいつか僕が個人でライブをした時、2時間ラップではつまらないと思う、様々なジャンルの音楽ができるようになっていたいと話していました。12月29日にアップされたバンタンボムでダンスレッスンの様子を公開しています。シュガは30歳でダンスを習いに来ましたと話し、久しぶりだからすごくきつい、特選するシーンも、なんと日本語のレッスンも力を入れているようです。谷もシュガは自身の YouTube ショーシュチタで MC を務め、ゲストを招きトーク番組で姿を見せてくれています。2回目のゲストは芸歴31年の大御所コメディアンのシン・ドンヨクが登場。シュガが韓国最高の MC と紹介しました。番組内でシュガが今後30年40年音楽をしていきたいですと将来について話すシーンがありました。シン・ドンヨクは韓国の国民的歌手である
超4ピルトのエピソードを例に挙げ、40代50代60代のファンの歓声やパワーが素晴らしかったと紹介する場面があった。その言葉にシュガは、ファンはアーティストと一緒に年を取りますよね、それが本当にかっこいいと思いますと話しました。2022年10月に行われたプサンコンサートで、シュガはエンディングコメントで、僕たちと一緒に年を重ねていきましょうとメッセージを残しており、その時のことを思い出したアーミーも多かったでしょうね。番組中にお酒を飲む時、口元まで手で隠している姿が素敵だった、目上の人に対するマナーや所作が綺麗などシュガの謙虚さと上品さも噂になりました。積極的に姿を見せてくれるシュガ、ありがとう。 J-POP 派ソロ活動の先陣を切り、7月15日に初のソロアルバム「ジャック・イン・ザ・ボックス」をリリースしました。 J-POP はソロアルバムリリースについてこのように語っています。不安が 50%、 興奮が 50% です。 BTS のメンバーとして最初にソロ活動を行うので、もちろんプレッシャーもあります。ジャック・イン・ザ・ボックスには僕が個人的にやってみたかったことだけが詰め込まれているんです。びっくり箱のコンセプトは僕のステージネームと深く結びついているんです。かなり前からびっくり箱をテーマにした音楽をリリースしたいと思っていました。このアルバムは僕にとって本当に意味のあるものなので、誇らしい気分であると同時に、ようやくリリースを迎えられてワクワクしています。 J-HOPE は最近タイで開催された2023ゴールデンディスクアワードに出席しました。 BTS は個人とグループの両方の成果を含めて合計5つの賞を受賞しました。1月8日帰国し、インチョン国際空港に訪れました。ジミンはビッグバンのソルとのコラボ曲バイブを1月13日各音楽配信サイトを通じて新しいデジタルシングルを発売しました。ソルはソロ歌手としてはなんと約6年ぶりに新曲を披露。中毒的で温かい雰囲気のサウンドが際立つ楽曲に仕上がっています。フィーチャリングボーカルとして力を加えたジミンの魅力的な歌声が見事に調和しています。2013年、 BTS のデビューショーケースでジミンはソルをロールモデルに挙げ、ソルを尊敬する、ぜひ一度同じステージに立ってみたいと話したこともありました。それからちょうど10年、ジミンは見事夢を叶えたことになります。J-HOPE も自身のインスタグラムのストーリーにて、夢の組み合わせとコメントしています。ジミンは自分のために作曲することとグループのために作曲することの違いについて、自分の曲を書くときは違いますね、自分の音楽ではファンにメッセージを伝えたいんですと打ち明けています。ジミンが今後どんな音楽でアーミーを魅了してくれるのか必見です。 V は12月、スペシャル8フォトフォリオ Me Myself and V Beautiful Days をリリース。 V のアイデアから生まれた今回のポートフォリオは、紳士のロマンを描くをテーマに、19世紀の英国紳士の一日を表現しています。乗馬のレッスンで始まる一日、のんびりとした午後のソーラールームでのティータイム、屋外での休憩、そして自分を癒すための旅行、本当にリアル王子様です。 V はソロアルバムにすでに力を注いでいる様子、アルバム全体の正しい流れを見つけ出すことに集中しているため仕上げに苦労していると明かしています。ジョングク綿のアーティストとコラボし、ソロ曲も発表予定です。10月7日にはアメリカのポップスターであるチャーリー・プスのコラボ楽曲レフト&ライトを発表。アメリカで最も権威ある音楽メディアのビルボードは、2022年最高のコラボレーション楽曲17選としてレフト&ライトをその中の1曲として選ばれました。ジョングクのチャーリー・プスのシングルへの正式参加について、チャーリーが6月上旬に行われたインタビューでうっかり話してしまい話題になりました。チャーリー・プスはジョングクとはとてもスムーズに作業することができた、本人のパートのレコーディングも1日で終わった、音程も正確だし声と発音すごく細かい部分まで完璧だった、完璧すぎてコピー&ペーストしたら終了だったとジョングクへの愛情を表現しました。その他にも2022年ワールドカップのデビューセレモニーに出演した後、カタールからの最新のビデオで腕のタトゥーを披露し SNS で注目を集めました。 BTS はこれからどんな活動に取り組み、また7人が集まった時にはどんな相乗効果を見せてくれるのでしょうか、注目していきましょう。 TikTok では切り抜き動画、ブログの記事でもご覧いただけます。コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。